安らかな東の地。そこに大いなる光が降り注ぎ、大都国アンドンが生まれました。先祖のまっすぐな思いと脈々たる伝統を伝える今日、より大きな意志を抱き、勇武の翼を広げます。数千年続く大いなる潜在力の都市アンドン、新たなる千年を開く京北の心臓部です。道庁所在地として確固たる役割を担い、基盤施設を整えて未来の中心地となります。アンドンから力強く伸びる道路網、鉄道複線化事業は京北の大動脈となるでしょう。希望の明日が花開く美と幸福の場所アンドン、市民の夢を応援し叶えます。その夢が今始まります。新成長動力である京北バイオ産業団地があり、優良企業も立ち並び、雇用も豊富なため夢にあふれています。幸せな安堵を感じます。面積はソウル市の 2.5 倍、全国の単一市のうち最大の広さを誇る安堵。安堵市はより近くでより繊細に市民の声に耳を傾けます。安堵に暮らす幸せな人々、万人に開かれた安堵を応援します。北には八華山の聖域が、南には楽敦港の豊かさがあふれる生命が満ちています。人々は幸せです。都心を包み込む楽敦港と安堵湖、市民の健康的な休息の場、豊かで快適な環境、韓国一の住宅地は誰もが暮らしたいと願う安堵そのものです。曲がりくねった道に沿って歩けば足取りも軽くなります。自然の色と都市の色が調和し、人と自然が一つになります。暮らしが安らぐ清らかな都市、温かい安堵の日常です。希望に満ちた安堵を感じます。ヨンナム学派の巨匠、大慶イーファン先生の足跡や、韓国唯一の地域学、安堵学のある場所、仁義礼智、人本思想を教育のパラダイムとし、人間を深く考えます。21世紀を見つめる人材養成のゆりかご安堵、創意的な人材育成で感動を与える教育都市、ブランド教育インフラを誇る安堵、神聖なる教育都市として浮上中です。活発な安堵を楽しみます。流れる水、爽やかな風を浴び、都市を楽しみます。アクティブな安堵が迎えてくれます。澄んだ水、青き山々に抱かれる場所、暮らしの余裕を味わい、ゆっくりと休んでください。五感が満足安堵、見て感じる五感の楽しさと喜びがあふれます。お膳には料理が盛りだくさん、ヤンバンの里で味わう淡白で上品なアンドンの味覚です。アンドンの豊かな特産品を目を引くものばかり、売る人も買う人も大満足のアンドンの自慢です。大興奮のアンドンを堪能します。人が集まります。胸が高鳴ります。世界が大注目、文化遺産の都市アンドン。アンドンの精神文化は過去と現在という意図から未来を紡ぎ出します。伝統、文化、芸術が共存し、世界から深く愛される都市、明日の幸せを描き出します。アンドンが生み出す拡張高いカルチャートレンドは常に世界とシンクロし、アクティブな興奮をお届けします。儒教、仏教、民族学、韓国でも珍しく3つの文化が交わった文化の香りいっぱいのアンドン。
歴史という根から文化の幹が伸び、華やかな文化都市の実がなりました。素晴らしい文化と美しい伝統は国境を越え世界へと広がります。口から口へ、文字から文字へ、こうして集まった暮らしの物語から、さまざまな観光インフラ、伝統文化資源コンテンツを開発中です。見どころと楽しさがいっぱいのアンドン。世界が認めた文化遺産の宝庫であり、人類の有形無形の宝を大切に伝える生きた博物館アンドン。文化があり楽しさいっぱいの都市、世代を超える歴史と伝統の都市として、折り目正しい尊美の精神を志高く守ってきました。先人の思いが宿る場所アンドン。伝統を基盤に今を眺め、華やかな未来を作ります。ヨンナムの中心から国境を越え世界へと羽ばたきます。生まれ変わるアンドン、世界の中心に向かって力強く駆け出します。アンドン人の自負を胸に、世界と足並みを揃え、未来を思い、より高みを目指します。より大きなアンドン、より良い未来へと前進します。